さあ行きましょう。池袋ガチの一戦目、黄色チーム対ビブナシチーム。まずは立ち上がり、さあまずは超プレッシャー、いきなりプレスに来る。右サイド展開、逆サイド速いボール狙っているのは黄色チーム、そのままカット。さあここは一旦後ろ、つないで焦らず左サイドダイレクト中央。さあまずは立ち上がり様子見、もう一度後ろに預けて全員で押し上げる。ロングボール胸でカット。さあルーズボールは黄色チームが収めて中央、また抜き仕掛けてくる。内でサイドライン、キロボール。さあ見せるから縦に預けたボール、キーパー寄せてくる。内でそのまま中央。さあビブナシチームがキープ、前からカット、危ない。ナイスキーパー。さあキーパーから左サイド、そのままダイレクト左にはたいて中央折り返し、ワンツー抜け出してゴール前、フリーで1枚。ここは行かせない、ここは焦らず、もう一度最終ラインから組み立て直し、縦にはつながらず前からカットは黄色チーム。そのまま右サイド追い込まれる。ナイディ、さあコースライディング、うまい。さあトラップ流れて左サイドオーバーラップ。さあここは2枚で対応、ブロック、ナイスディ、ナイスディフェンス。さあ攻撃遅らせて今度は右サイドから黄色チーム、中央フォローに入ってくる。そのままポストプレー、味方に当たってサイドライン、ビブナシボール。さあ立ち上がり1分、0対0、右サイド、そのまま後ろに預けてボール、プレッシャー黄色チーム、縦に預けて中央には、いやー惜しい、ここもコントロールしきれず黄色ボール。さあ左サイドから黄色チーム、右サイド展開。さあ縦に1枚ロングボール、速いボール、そのまま収めてターンはできないか、いや前は向かせてくれない。ビブナシチーム、そのままカット。さあ奪い返して中央ドリブル、ナイスクリア、ビブナシボール。さあ見せるからビブナシも一旦後ろ。さあ逆サイドに1枚、ここは中央から縦に預けたボール、折り返しまだある、そのままゴールライン、このキック。さあビブナシボールチャンス、立ち上がり終了間際、一旦後ろ、そのままミドルまで行けるか、シュートコースがない。右サイド中央、速いボールカット。さあ繋いでいきたい黄色チーム、見せるプレッシャー、縦に預けたボール、さあそのままターンして中央1人かわしにかけるナイスクリア、キロボールですか。さあ行きましょう、キロボールが再開、左サイド。さあゆっくりとロングシュートはキーパー正面。さあここはプレッシャー、そのままプレス、ナイス。さあ左サイドキープ、ナイス、一人かわして滑りやすい、中央気をつけてください。さあゴール前からファーサイドフリー。さあ浮かせたボール、天井プレオン、天井プレオン、クリアボールはビブナシチーム。さあミサドが一旦後ろ。さあ一旦キーパーまで預けて左サイド展開。さあここでサイドライン出ずに2枚でプレッシャー、黄色チームが寄せてくる。内でまた抜き、そのまま縦にかわして逆サイドフリー、いやーこれも息が合わない。さあ黄色チーム、そのままロングスロー中央トラップから、さあここは3枚早い戻り、ビブナシチーム中央ドリブル、1人ではいけない、こぼれ球拾ったのは黄色チーム。さあそのままポストプレーから右サイドオーバーラップ、プレッシャー2枚、ナイディ、ナイスディフェンス、まだつながるシュート、いやーそのまま流し込んで、まずは黄色チーム先制。で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です、ありがとうございます。さあまずは先制点、黄色チーム1対0。さあすぐに取り返していきたいビブナシチーム、左サイドに展開、そのまま右サイドから中央。さあプレッシャーナイス、1人かわしてミドルシュート、いやー入った、ナイスゴール、ミドル突き刺して、さあ中央からいきましょう。さあ中央からリスタートお願いします。さああっという間、先ほどのゴールから20秒、1対1の同点、すぐに追いついてきたのはビブナシチーム。さあ右サイドカット、さあ1対1勝負、右サイド早上がり、そのままいや惜しい、これはつながらず、黄色チームがしっかりと体を寄せ、さあキーパーからいきましょう、黄色チーム左サイド追加点、どちらが取るのか、前からプレス、ハンド取りましょう、ごめんなさい、ハンド取りましょう、黄色ボール、さあキロボールから先でしょう。さあロングボール右サイドフリーでトラップ流れてほしい、ここはコントロールできず、さあそのままキーパーから右サイド展開、縦にかわしにかかるもカットは黄色チーム、ダイレクト中央ビブナシチームがカットし、チャンス4対2ミドルシュート、いやー惜しい、これはポストの横。さあ1枚残してカウンター、ナイストラップ、うまい、いやーこれはナイストラップ。さあ追加点で先にキーパー交代です、両チームキーパー交代していきましょう、両チームキーパー交代です、あと、さあ残り2分、残り時間あと2分、2対1、追加点は黄色チーム。さあまたすぐに追いつきたいビブナシチーム、残り時間あと2分。さあミサイドダイレクト中央プレッシャー、いいライサイドナイスプレス、さあここは黄色チームのプレス勝ち、右サイド中央これは敵、そのままカウンター、3対3から4対3。さあここも攻撃を遅らせて中央ポストプレー、ターンして中央突破できず、さあ今度は黄色チーム前から奪いにかかる、ビルマシュー2枚、さあ繋いできた黄色チーム、そのまま中央ドリブル、速いボールはキーパーが対応、前からカット危ない、さあパワープレーか、全員攻撃、そのまま4対2、ゴール前シュート、ポスト、いやーポスト危ない、無人のゴール、
ヘディングクリア、危ない、誰もいない、いやビーブなしチーム前がかりになったところ、追加点キーラチーム3対10、さあ行きましょう、ビーブなしチーム2点差、残り1分、残り時間あと1分、さあビーブなしチームまずは1点落ち着いて返したいところ、こぼれ球拾ったのはビーブなしチーム、そのまま一旦後ろプレッシャー2枚、ナイスでいい、ナイスプレス、さあ前からプレッシャー、つないでいきたいビーブなしチーム、ナイスでいい、いやサイドライン惜しい、さあ右サイドビーブなしボール、さあ中央フォローに入ってくる、縦に預けたボール、いやサイドライン黄色ボール、さあ黄色チームまたチャンスになるか、中央から一旦後ろダイレクト右にはたいて縦に1枚、ポストプレーをカット、そのままつないで縦には行かせない、ないでいい、どうですか、足元滑りやすいんで気をつけてください、そのまま中央から、さあチャンスは黄色チーム、折り返しそのままニアサイドぶち込んで4点目、さあ点差が離れてラスト、ラストワンプレー行きましょう、4対10、さあ1点返して終わりましょう、ビブナシチームラストワンプレー、さあ見せたから中央、そのまま左サイドオーバーラップ、さあラストワンプレー、いやーこれもサイドレッド、ありがとうございます、まずは4対1黄色チーム勝利さあ行きましょうか、2戦目、お願いします、さあ先ほどはラストで点差が開いて4対1、行きましょう、さあまずは右サイドから黄色チーム、ロングボールちょっと高いが欲しい、サイドラインビーブナッシュボール、さあ右サイドからビーブナッシュチーム、中央ワンタッチ右にはたいて、もう一度中央左サイド早上がり、もう一度右サイドフリーでロングボール中央でカット、さあ黄色チームカウンター、いやー惜しい、ここは収めきれず、さあロングスローを狙ってるのは黄色チーム、そのまま体を浮かしてドリブル右サイドシュートまでいけない、ナイスクリア、サイドライン黄色ボール、さあ左サイドから黄色チーム逆サイド、いやー惜しい、左足は振り切れずポストの横、さあまずは立ち上がり黄色チームペースいきましょう、さあ中央からビブナシチーム左サイド展開、さあ前からプレスは2枚、3枚目左サイド追い込まれる、ゴール前危ない、一旦キーパー、さあ中央からロングボール届かないか、そのままゴールライン黄色ボール、さあ黄色チームキーパーから左サイド展開、そのままフリーでいくと前に1枚、さあ焦らず最終ラインつないでくる右サイド、これは敵、そのまま3対3チャンス、左サイドフリー、ここはいいやナイスクリア、危ない危ない、ビブラシボール、さあ左サイド速いリスタート、そのまま逆サイドの展開、さあ中央フォローになってくる、ここでスルーでうまい、いやうまい逆サイドよく見てた、まずは先制、ビブナッシュチーム1対0ナイスゴール、さあ行きましょう、黄色チーム取り返していきましょうか、またしてもビブナッシュチームが先制、そのままスルーパスはゴールキーパー、さあキーパーからビブナッシュチーム一旦近くに預けて右サイドに展開、さあ黄色チームは前から1枚プレッシャー、さあここで中央ポストプレーワンツー押し、黄色ボール、先にキーパー交代、先に両チームキーパー交代していきましょう、両チームキーパー交代です、ありがとうございます、さあ行きましょう、ビーブラシボールから酒井、先制点はビーブラシチーム、さあ中央から左サイド展開、中央ポストに1枚、さあゆっくりとドリブル仕掛けてくる、そのまま左サイドが中央折り返し、ここはしっかりとカットはビーブラシチーム、カウンターは行かせない、ロングボールヘディングカット、そのままサイドラインビーブラシボール、さあ右サイドからビーブラシチーム中央降りてくる、そのままキープ左サイド展開、ダイレクトは惜しい、ポストネコ黄色ボール、さあ黄色チームそのまま速いリスタート、右サイド縦に1枚、さあ1人で持って上がってヒールでスイッチ中央、さあポストに1枚、ビブナッシュもしっかりと狙ってくる、中央加藤内でいい、さあ今度はビブナッシュも右サイド縦に1人かわして中央、危ない危ない、そのままカットが入ってサイドラインビブナッシュボール、さあビブナッシュも中央からロングボール、ワンモアですね、ワンモア、ワンモアいきましょう、サイドビブナッシュボールワンモアで、ありがとうございます、さあ以上ビブラシボールから再開中央、さあ右サイド流れてくるも中央ポストプレー右サイドナイボール、さあチャンスまた抜きはワンタッチナイスクリア、こぼれ球はキーパーまで戻されてビブナシチーム中央ポストプレー左サイドまで流れて折り返し、うまい、いやポストしっかり詰めてるナイスゴール、さあこれで2対0、いきましょう、さあ黄色チーム行きましょうか、残り時間あと半分、ビーブナッシュチーム2点リード、中央切り返し、さあそのままプレッシャー、一旦キーパープレスがかかる、ロングボール左サイド走らせるも届かずビーブナッシュボール、さあ見せるからビーブナッシュチーム縦に預けたボール、そのままターンしてほしい、ナイスクリア、ビーブナッシュボール、さあ見せるとビーブナッシュチーム近くに預けてワンタッチうまい、左サイドフリーゴール前、いやードフリー
黄色チーム集中が切れたか、ここで3対0。さあ黄色チーム押し返していきましょうか、まだ時間はある。さあ中央プレッシャー、さあポスター1枚、ここも出せず左サイド1人で左足、これは角度がない。でございます、先にキーパー交代です。両チームキーパー交代です。両チームキーパー交代お願いします。あざす。さあ残り2分、残り2分で3対0。さあ黄色チーム、ここはしっかりと寄せてきて右サイド、いや惜しい。さあこぼれ球はクリアが入ってビブなしボール。さあ左サイドビブなしボールが続く。黄色チーム前から取りたい。3点差、1人かわして左サイドカットチャンス。さあそのまま左サイド早がりナイスです。さあここはしっかりとキープ、中央プレオン。さあうまい、ミサイドドライ、いやポスト、こぼれ球ビブなしチーム、そのままカウンター、2対2から3対2、中央キープ、ナイスクリア、危ない危ない。さあここはサイドラインビブなしボール。さあ残り時間1分半、残り1分半、3対0。黄色チームようやくエンジンかかってきたか、終盤戦、中央プレッシャー。さあ前から取りたい黄色チーム、ナイディ。さあ今度は右サイドフリー、ここも寄せていきたいところ、ドリブルシュートはポストの横、黄色ボール。さあ残り1分、3点差、黄色チーム厳しい、左サイドドリブル仕掛けてくる、そのまま中央右サイドフリー、ワンツー抜け出せず。さあカウンターチャンスはビブラシーム、そのまま左サイドドリブルから逆サイド押し、黄色ボール。さあ黄色チームなんとか1点返したい。3対0、左サイド展開、縦にはつながらず、ここもしっかりと前からプレッシャービブラシーム。さあ今度は右サイド、ここもしっかりと寄せてくるビブナシチーム、中央から左サイド展開、ポストに入ってくるも、さあそのままドリブル、1人で仕掛けて2人置き去り、3対2。さあチャンス、左サイド折り返し、ナイスブロック。さあカウンター、カウンタービブナシチーム。さあまたここもこぼれ球拾ったな黄色チーム、そのまま1人は靴ひも、中央ドリブル、さあそのまま右まで流れて味方同士かぶってサイドラインチャンス、いやナイスキー、こぼれ球でナイス。ここでようやく1点。さあ残り時間はどうですか、ラストラストワンプレー行きましょう。さあ3対1、先ほどは逆の展開。さあ中央からラストワンプレー、さあもう1点返して終わりたい黄色チーム、中央。さあロングボール左サイド、そのまま流れて試合終了。2戦目は3対1、ビブナシチーム勝利。3戦目お願いします。さあ行きましょうか。1勝1両チーム、まずは右サイドビブラシーム縦に流れてくる、そのまま預けて中央、うまい、いや惜しい、これは感じてない。さあ今度は黄色チームワンタッチ左サイド、そのまま中央ダイレクト、うまい、ナイストラップ、いや打てるか、右サイド、いや惜しい。さあここはライン際残せずビブラシボール。さあ両チームとまずは奇襲攻撃、前からカットは黄色チーム惜しい。さあサイドライン黄色ボール。さあ左サイドが黄色チームチャンスになるか、中央逆サイド、いやナイスボール、ビブナシチームついてこれず、まずは立ち上がり30秒、黄色チーム先制。さあ行きましょう、ビブナシチームゆっくりと中央ヒールで左サイド、さあここは縦は切ってくる、うまい、縦に預けて中央フリーで1枚、ここでカットは黄色チーム。さあ今度は左サイドは黄色チーム、そのまま一人で流れて、ここは落ち着かせてヒールで左サイド、さあ押し戻されるビブナシチームを2枚プレッシャーないで、サイドライン行きましょう、黄色ボール。さあ立ち上がり1分、右サイドから黄色チーム、中央流れ込んでくる速いボール。さあここは体を生かしてキープ、ナイス、ミサの、いやバーに直撃欲しい、ビブナシボール。さあ右サイドからビブナシチーム縦に速い上がり、そのまま中央さあチャンスを作れるか、ビブナシチーム中央は敵、さあここは生かせない、ここは速い戻りビブナシチーム。さあそのまま左サイドカットはビブナシチームない、さあカットして中央折り返し落としは黄色チームがプレッシャーないで、黄色ボール。さあ左サイド黄色チーム、中央降りてくる、ビブラシーム高い位置からプレッシャー、そのまま右サイド押し、ビブラシボール。さあ左サイドからビブラシーム、まずは同点追いつきたいところ、ここもカットは黄色チームカウンター、2対1、そのままドリブル1人で、ここは生かせない、3枚早い戻りないで、さあ左サイドミドルシュートはブロック、黄色ボール。さあ立ち上がり終了間際、ダイレクト左サイド、さあ縦に預けて中央折り返し、さあそのまま右サイドまでフォローに入ってくる、ここは行かせない、さあここで混戦、中央キーパー黄色チーム、そのままシュート、いや危ない、こぼれ球コーナーキック。さあ黄色チームチャンスが続く、追加点チャンス、ニアサイド
速いボール、ここはシュートだよ、いけないか、さあもう一度右サイドポスト直撃、カウンターチャンス、そのまま左サイドが3対1、左サイドが両サイドフリー、どっちで来るの、シュート、いやー惜しい、これはシュート選択、まず先にキーパー交代、先にキーパー交代お願いします、両チームキーパー交代です。さあ立ち上がり、ビブラシーム追いつけないまま1対0、ミドルシュート、キーパー正面。さあ黄色チーム、ここは落ち着いてつないでくる、右サイドプレッシャー、さあ前から取れるチャンス、ナイスでいい、ナイスです、取れるチャンス、ナイス、2人で囲みにかかる、ここも強い、大丈夫、止めましょう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 、ボディコタクト気をつけましょう、黄色ボールで、黄色ボールでいきましょう。さあ黄色ボールから再開、ロングボール右サイド、さあここはしっかりと収めて左サイドに展開、さあここは押し上げる、中央ドリブル突破、いやないで、さあこぼれ球は今度はビブラシーム、さあここは落ち着かせて中央左サイドフリーで1枚、しっかりと黄色チーム2枚ディフェンス戻ってくる、さあここも高い位置ないで、ビブラシボール、さあ残り半分、残り半分1対0のまま、右サイドキープはビブラシーム、さあそのままライン際中央には誰もいないか、そのままサイドライン黄色ボール、さあ見せるかな、黄色チーム縦に1枚早い上がり、さあここは近くにはいないかさあロングボール狙ってくるか、左サイドそのままサイドラインビブラシボール、さあビブラシチーム早めに同点追いつきたい、中央ポストプレー、そのままダイレクト右に働いてゴール前流れ込んでくる、中央でブロックは黄色チーム、さあそのままドリブル中央、さあそのままかわして左サイド中央ドリブル仕掛けてくる、ナイスクリア、黄色ボール、さあ左サイドから黄色チーム縦に預けたボール、もう1枚縦に預けた中央流れ込んでくる、ここは強引にはいけない、さあキーパーからビブラシーム、さあここは落ち着いて近くに預けたボール左サイドロングボール右サイド押し、では両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、ありがとうございます。さあ行きましょう、黄色チーム1点リードのまま、さあ立ち上がり40秒から点は動かず1対0、さあビブラッシーム前から取りたい、右サイド縦に流れてくる、そのまま中央ポストプレーは敵、さあチャンスビブナシチーム左サイドから右サイドそのまま流れ込んでくるも、さあこれがつながる右サイド、さあ中央にアフォローが1枚、ここもプレッシャーないで、さあビブナシボール右サイド左サイド早上がりパスコースがない中央、さあここも黄色チーム固い守り、ナイスイナイスディフェンス、ミドルシュートナイスブロック、こぼれ球強引にカッシュート、いやーこれは行かせてくれない、黄色チームないで、さあ残り1分、残り時間あと1分、黄色チーム1点リードのまま、さあそのまま中央ドリブル持って上がって左サイドビブナシチーム前から取り、強引に強引にいけない、3枚目のカットチャンス2対1、キーパー高い位置かわしてゴール前うまい、いやうまいナイス、これはうまい、ここでさあ同点ゴール、残り1分、残り1分1対1、1点差守りきれず黄色チーム、さあ中央ドリブル仕掛けてくる、ここはここは2枚で対応ビブラシーム、さあ繋いでいきたい黄色チーム、前からプレスはビブラシーム、ナディ、さあそのまま右サイド縦に速いボール、ナイスクリア、黄色ボール、さあ左サイドフリーロングボール長すぎる、サイドラインビブラシボール、さあ残り30、残り30、危ない、そのまま黄色チームカット左サイド1人かわして中央切れ込みは、ここは行かせないビブラシーム、さあまた奪い返して黄色チーム残り時間あとわずか、一旦後ろロングボール左サイド胸トラップから中央、ここでカットはメッシュ、さあチャンスかわせうまい、あとはキーパーだけ、いやこれはうまい、ここで逆転ゴールビブラシーム、さあラストラストワンプレー行きましょう、ラストワンプレー逆転ゴールはビブラシーム、さあ黄色チームラストワンプレー追いついて終わりたい、3戦目、さあ右サイドが中央折り返しゴール前シュートまではいけない、さあラストワンプレー中央からそのままヒールで流し中央、さあ左サイドプレッシャー2枚股抜き強引にかわしてそのままシュートポスト直撃クリアボールサイドライン、ありがとうございます、逆転勝利ビブラシーム、ありがとうございます、行きましょうお願いします、さあラストマッチどちらが勝つのか行きましょうか、まずは左サイドから黄色チームプレッシャービブラシーム、さあ先ほどはビブラシーム逆転勝利、そのまま中央ドリブル一人で、いや惜しいビブラシボール、ここはしっかりと2枚で対応ビブラシーム、さあ中央からはビブラシーム、さあキーパーからゆっくりと回り向いて左サイド押し投げ黄色ボール、さあ右サイドから黄色チーム中央ドリブルちょっと長いか、そのままかわして左サイド打ち切れずライン際カット、さあ今度はビブラシュかわしていけない、惜しいサイドラインビブラシュボール、さあ右サイドから左サイド早上がりロングボールナイボー、いやー
ナイス。さあ、ここもランギは残してナイスキープ、そのままブロック押しサイドライン、キロボール。さあ、左サイドがキロチーム早いリスタート、中央ポストプレーからナイスディ、ここは寄せが早いビブラシーム押し、キロボール。さあ、立ち上がり1分0対0のまま、両チームともまずはラスト、危ない中央でこのミスは見逃さない、まずは先制ビブラシーム1対0。さあ、中央から、中央からいきましょう。さあ、取り返していきましょう、黄色チームラストマッチ。さあ、右サイドに展開、プレッシャー、中央また前からカット、ビブラシーム、そのままトラップいけないか、2枚でブロック、ナイス。さあ、左に預けたボール縦に勝負、中央また抜き押し、サイドライン、黄色ボール。さあ、黄色チーム早い時間で追いついておきたい、ニアサイドに1枚、ゴール前に1枚。さあ、ここは近くに預けてビブラシームカット。さあ、そのまま中央ドリブル、左まで流れて黄色チームのプレッシャー、内で黄色ボール。さあ、黄色チームチャンス、右サイドヒール空振り、うまい空振りがスルーに変わって、そのままゴール1対1で、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。さあ、いい時間で追いついてきたのは黄色チーム1対1。さあ、行きましょう、ビブラシチーム中央ドリブル、そのまま右に預けてロングボール、いや惜しい、これは繋がらず。さあ、黄色ボール、キーパーから行きましょう。さあ、左サイド展開、ビブラシーム前からプレス2枚、3枚目。さあ、ここも中央カット、危ない、うまい、こうしてでまたしても黄色チームのミスから、さあ、これで2対1、しっかりと決めてくるビブラシーム。さあ、行って、さあ、中央ポストプレーから両サイド早上がり、そのまま右サイドつながらず。さあ、よいしょ、ビブラシボールさあ、左サイドからビブラシボール。さあ、ここは一旦中央、そのままドリブル、中央。さあ、ゆっくりと黄色チームを押し上げてくる、中央ポストプレー収めきれず黄色チームカット。さあ、一旦キーパーに預けたボール、黄色チームロングボール、胸トラップ押し上げてくる、中央切り返して逆サイド、いや惜しい、そのままサイドライン。さあ、ビブなしボール、左サイドから近くに預けたボール、ポストに入ってくる、そのままコロコロ。さあ、中央はカットは黄色チーム、そのままドリブル。さあ、ポストプレーからしっかりと収めていきたいビブラシームカット。さあ、左まで流れてないです。さあ、かわして3対2、中央から両サイドフリーシュート、いやー惜しい、そのまま中央シュートはポストの横。さあ、今度は黄色ボール、右サイド残り時間半分、中央ポストうまい、1人かわして2人目でカット、これは危ない、ここでそのいやーそのままそのまま体ごと3点目、3対0。さあ、行きましょう、キロチーム。さあ、ラストマッチ、ビブナシームが怒涛の攻撃。さあ、そのまま右サイドドリブル、一人かわしてフォローが欲しい。さあ、ここはプレーオン、プレーオンでいきましょう、左サイド。さあ、一人かわしていけるライン際、ナイスキー。さあ、こぼれたままキロチーム、カウンターチャンス、1対1、シュートは欲しい。で、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。さあ、行きましょう、残り時間あと2分。さあ、ラストマッチ、中央から左サイドフリー。さあ、一人でドリブル、ナイスからで黄色ボール。さあ、ラストマッチ、まさかの3対0、黄色チーム1点欲しい、左サイド展開、そのままドリブル仕掛けてきて、左サイドオーバーラップ、中央から右サイド。さあ、ゴール前流れ込んでくる、ここもうまい、そのままターン、うまい、いやー、または空いてない。さあ、切り替えたい、切り替えたい、黄色チーム右サイド、そのまま縦に預けて逆サイドフリー。さあ、切り返してビブラシームが4点目狙いにかかる、中央は敵。さあ、ここはついて、うまい、いやー完全に足が止まった黄色チーム、4点目。さあ、行きましょう、黄色ボールで残り時間あと1分。さあ、行きましょう、黄色チーム点差は忘れてガンガン打っていきましょう、中央ポストプレーから一旦戻って、ここも押し返される。さあ、プレッシャー、右サイドナイスタッチ、2人でブロック、ナイスディー。さあ、ここもしっかりとキープはビブナシチーム、ヒールで敵。さあ、チャンスは黄色チーム、中央まで室内でいけるか、ナイスキーパー。さあ、キーパーから右サイド、左サイドに展開。さあ、3対1、2点差、そのまま中央カットは黄色チーム、もう1点返しておきたい、残り時間あとわずか、いやー、惜しい、ビブなしボール。さあ、見せたからビブなしボールいきましょう、中央。さあ、ゆっくりと、ここはビブなしチーム、リードの余裕か、右サイド、浮かすボールないぼ、左足、いやー、これも決めきれず。さあ、時間がない、時間がない、黄色チーム。まだ1点、ファーサイド通らず、サイドラインビブラシボール。さあ、ラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあ、ラストワンプレー、キープはビブラシーム。
さあそのまま中央ドリブルミサイル展開フリーで受けていったん後ろ、さあラストワンプレー中央ポストプレーから両サイド早がり左サイド浮かしたボールうまい、ここでカットラスト、さあゴールで終わるか2対1シュート、いやー決めきれず、お疲れ様でした、ありがとうございます。